関係者によりますと、岩倉市長は今日午後、出張先の韓国から帰国し、現在は札幌市内の病院に入院しています。岩倉市長は今月7日、苫小牧港のポートセールスのために訪れた韓国のインチョン空港で意識を失って倒れ、空港近くの大学病院に入院していました。苫小牧市によりますと、岩倉市長は会話による意思疎通ができる状態だということです。市は倒れた要因について、心室細動による不整脈を起こした可能性があるとしています。岩倉市長は衆議院議員を経て2006年の市長選で初当選し、現在5期目です。